こんにちは、サードロです。今回は過去にこちらの動画で、回連性のスキル移植や素材節約、コスト計算について解説をさせていただいていたんですが、えー、最終アップデート、ま、第6弾アップデートですね、の環境において、意識するべきことは何ですかっていう質問いただいておりましたので、改めて、現環境、ま、最終アップデートの環境において、回連性で紙引きするために、必要な知識を3つにまとめてご紹介をさせていただこうかなと思います。 で、この知識を知っているだけで、回連性を数倍効率よく回すことができますので、ぜひまだやっていない方は取り入れていただけると嬉しいです。早速、3つあるうちの1つ目からご紹介をしていくんですが、1つ目はスキル移植になります。ね、スキル移植が何ぞやっていう方のために一応ご紹介をしておくと、まあ、こんな感じで今、ラスボスの頭ですね。で、じゃあ通常連性で回連性を回してみるんですが、まあ、こんな感じで、 高角の恩ンケプラス笛吹き名人が今回出ました。で、笛吹き名人っていうのは資料笛で有効なスキルなので、じゃあラスボスの頭じゃなくて資料笛で使う装備につけたいなってなることも多いかなと思うんですよね。なので、こういった時に、この結果が出たタイミングで、こちらですね、ホームボタンを押していただいて、X ボタンでゲームを終了、もしくは、こちらのオプションのゲーム終了ですね。これで、えー、セーブせずにゲームを終了ですね。っていうので、ゲームを終わります。 はい。で、今、ゲームを終了して、まあ、先ほどの連戦を回す前の状態に戻ってきたんですが、えー、この状態でもう一度、防具の回連戦ですね、を選んで、先ほどはラスボスの頭で回して結果が出たんですが、資料塀でよく使われている、このエスピナ Z の頭ですね、これに移植をしてみますね。このままエスピナ Z の頭で、通常連戦ですね、お先と、 同じように回すと、まあ、こんな感じで、えー、広角の恩恵プラス笛吹き名人ですね。先ほど、ラスボスの頭で出た結果をそのまま、 移植することがでできますでこの後は決定をしてセーブをすればスキル移植が完了っていう風になるんですがこんな感じで他の防具で出てしまったいい連成っていうのを別の防具であったり別の部位ですねっていうのに移植することができますでこの条件っていうのは基本的には同じレア度の防具間であれば移植が可能となってるんですがえ回連星のルールとして1防具で持てるスキルは5種類までになりますので例えば今回の広角の恩、OK、恵プラス笛吹き っていうまあ2つのスキルがつく連星に関しては例えばこういったリバルクシャラの銅ですねとかはもともとスキルが4つあるので残り1種類しかスキルを持つことができないんですよなのでこういった防具には移植ができないので注意をしていただきたいんですが合計でスキルが5種類以内に収まるものであれば。 先ほどの連勢は移植できるっていう風になりますので注意していただきたいのは移植は同じレアードであればできるんですがそもそも装備自体が持てるスキルが5種類までっていう決まりがあるのでこういった元々4種類持っている防具などは2種類のスキルが付く連勢っていうのは移植ができないっていうのも注意していただければなと思いますっていうのがスキル移植ですねであとはこれを行う場合の注意点としてできればこちらのオートセーブの設定ですねこれをオートセーブしないにしておいた方が万が一失敗してしまった場合 でもオートセーブによっての失敗っていうのは防ぐことができますのでスキル移植をしたい場合はここを切ってやっていただければなと思いますで今回は1回目の練成をそのまま移植したんですが例えば20回目の練成に移植したいものが出たっていう場合は 一度、セーブをせずにゲームを終了していただいて、19回目までラストボスの頭で回して、最後の20回目を移植先で回すっていう風にすれば、それでも移植はできますので、ぜひスキル移植知らなかった方は、こちらを使ってみていただけるといいかなと思います。 思いますで、他に有効なスキル移植のやり方としては、例えば、掛けありの連戦ですね。このラストボスの足とかで、例えば、福間共鳴が消えてしまったけど、まあ、スロットが4個とか5個とかめちゃくちゃ空いたとか、まあ、めちゃくちゃいい連戦が出た、みたいな感じの連戦を引く場合があると思うんですよ。そういった時も、移植をすれば、別の防具だといらないスキルが消えてくれるっていうこともあり得ますので、よく使うスキル移植のシーンとしては、もちろん、 この連星を移植したいというだけのこともあるんですが、スキルが消えたけどめちゃくちゃいい連星が出たっていう時とかも、他の防具に移植してみるといらないスキルが消えてくれるっていう連戦になることもあるので、そういったものにも使っていただければなと思います。 続きまして2つ目なんですが、2つ目は素材節約になります。で、素材節約っていうのは、このギルドパレスシリーズの防具で行うことができまして、まあ、例えばこのギルドパレスで通常の回連戦を回してみるんですが、今回は氷属性強化がレベル1ついた連戦を引くことができました。これで先ほどと同じようにセーブ前に戻って移植をやってみるんですが、先ほどのギルドパレスを回す前の状態に戻ってきたので、これで最大レアの防具を錬成してみます。 そすると、えー、こちらですね氷属性強化がついた連星をそのまま移植することができましたのでこのギルドパレスシリーズのみレア度が違うんですが最高レアの防具にスキルを移植することができますでこれをすると何がいいかっていうとこちらのギルドパレスはレア度9の防具になりますので通常の回練成であれば正規琥珀を40ポイントそしてゼニーは4000ゼニーで連星を回すことができますでそれに対して 最大レアの防具っていうのは、正規琥珀を80ポイントですね。まあ2倍使う必要がありまして、ゼニーに関しても1.5倍の6000ゼニーを使う必要がありますので、この移植を使うことによって、回連制1回につき琥珀の数を2倍ですね。さらにゼニーを1.5倍節約することができます。なので、基本的な回し方としては、このギルドパレスシリーズで連制を回していただいて、例えば、じゃあ20回目でいい連制が出たとかっていう風になったら、 それで一回ゲームを終了していただいて、もう一回再起動して19回目までギルドパレスで回して、最後の20回目だけを移植先の最大レアの防具につけてあげるっていう風にすれば、その分素材を半分で抑えることができますので、2倍の数連戦を回すことができるようになります。で ここで注意点なんですが、この節約術っていうのは通常の連成とスキル特化、あと安定型ですね、で使うことはできるんですが、このスロット特化だけはポイントが統一されていますので、この琥珀の480ポイントの節約っていうのはできません。ただ、 この後の消費のゼニーは1.5倍抑えることができますので、スロット特化だけは琥珀の節約ができなくてゼニー節約のみになりますので、そこは注意をしていただければなと思います。っていうのが2つ目の素材節約術についてですね。これを知っているだけで他の人よりも2倍連成を回すことができるようになります。最後に3つ目なんですが、3つ目はコスト計算になりまして、 例えば、こういった恐竜症プラスニスラーキーの連成っていうのは、消費しているコストっていうのが、恐竜症かけるで9コスト、スロットが2アキーで12コストを消費しているので、合計で21コストを消費している連成になります。で、それに対して、もともと、このプライマルの腕に関しては、 10コストしか許容できない防具になりますので残りの足りないコストっていうのをこの防御力と耐性値を下げることによって補っているっていうのが、まあ、コスト計算になってくるんですがこのコストについて理解しているメリットっていうのがそもそも自分が狙っている連星っていうのは存在するのかっていうのも計算で出すことができるようになりますしさらに自分自身が回している連星が現実的に狙えるものなのかっていうのも計算できるようになりますでコスト計算の詳細について では過去にこちらのの動画でで紹介をさせてていいただいてますので詳しくはそちらを見ていただきたいんですが簡単にまとめるとコストが高いスキルほど出にくくなっていますなので例えばこちらの隆起変換っていうのは12コストのスキルになりますで こちらの月光っていうのは、急コストのスキルになりますので、月光の方が連星では出やすいんですよね。さらに言うなら、コストが低いので、月光プラススロット空きとかも狙いやすくなっています。で、こういった計算ができると、例えば、自分の手持ちのお守りで、竜気変換3のお守りと月光3のお守りを持っていた場合は、基本的には竜気変換3のお守りを使ってあげた方が連星が楽になるんですよね。っていった計算も自分でできるようになりますので、 こういったコストっていうのはある程度覚えておいていただけるといいかなと思います。で、今回のアップデートで全てのスキルが出揃っていますので、一応コストについてテロップで一覧を出していくんですが、まず15コストスキルですね。っていうのが今テロップで出しているこちらのスキルになりまして、気になる方は一時停止で見てください。で、12コストスキルがこちらですね。で、9コストスキルがこちらになりまして、6コストスキルがこちらになります。 で、3コストスキルがこちらになりまして、スロットに関しては1スロット空くごとに6コストを消費するようになっていますので、例えばなんですが、えー、攻撃のレベル1ですねっていうのは、レベル1つけるだけで15コストを消費しますで。それに対して、例えば、奮闘であったり、号外修羅であったり、月光は9コストのスキルになりますので、例えば、月光プラス1スロット空きとか、奮闘プラス1スロット空きっていうのも、 攻撃のレベル1と同様の15コストを消費でつけることができるんですよねでそれであれば攻撃は装飾品で補った方がいいよねとかいろんな自分の中での組み替えっていうのができるようになるかなと思いますのでこのスキルコストっていうのも頭の片隅に入れておいていただけると連成を回す時に困りづらくなるんじゃないかなと思いますっていうことで今回は快練成で意識した方がいい3つのことについてご紹介をさせていただきましたこれからもサンブレイクの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいです Bye bye!